はいこんにちは6月29日です昨日クレーグハミルトンパーカーさんがプーチンはもうおしまいなのかという動画を出していました元動画のリンクはディスクリプションに貼っておきますクレーグさんは以前からロシアで反乱が起きてプーチンが追い出されて権力の座から取り除かれるだろうそしてプーチンは重篤な病気だと言ってきていますで今回の動画では まず最初に過去に自分がプーチンについて話した動画のクリップをまとめていましたロシアがウクライナでロシア語を話す地域を奪いに行くだろうロシアはウクライナを見くびっているプーチンが暗殺される可能性があるクリミアとロシアの間に回廊地帯を作って その地域が常にロシアの領土になるようにするだろうウクライナの人たちは反撃してロシア人を驚かせるだろうプーチンが自分の部下によって止められる引き止められると聞こえた軍事力を使ってまたは何らかの攻撃を加えてプーチンを追い出そうとするだろう11月の可能性がある。 次奥さんのジェーンさんですけどマリー・アントワネットがケーキを配って人々がプーチンを裏切る背を向ける様子が見える過去からの引用は以上ですでここからは昨日のクレイグ・ハミルトン・パーカーさんですこれまで反乱は2回起きると言ってきました1つ目の反乱は不成功に終わるが2つ目の反乱でプーチンは権力の座から追われます 2度目の反乱はシーザーの暗殺のようにひっそりと見えないところで行われるでしょう最終的にはみんながプーチンに背を向けプーチンを辞めさせることになります彼が今でも権力の座に居続けることができている理由は彼が国民に間違えた情報を与えていることです戦時中には強いリーダーが必要という考えが 彼が大統領で居続ける言い訳になっています。プーチンの後継者やウクライナの東の回廊地帯については随分前から話してきています。プーチンの後を継ぎそうな人たちはあまりいい顔ぶれではないですね。お互いを脅迫し合っている犯罪者みたいな人たちです。先月？ イスラエルが関与する話をしましたイランがロシアに武器やドローンを供給したことがニュースになっていますこれを良しとしないイスラエルが戦争に関わってくるという予測は残念ながら現実になってしまいそうです舞台裏でじっくり観察吟味しているのは中国です中国が台湾を狙っていることを忘れてはいけません 今回ののウクライナでの戦争は台湾侵攻のブループリントなののです台湾の製造業者の多くが中国に移っていますが今後物を作る産業はメキシコベトナムタイインドネシアインドに移っていくでしょう中国共産党は経済が変わってくるとさまざまな邪魔をせざるを得なくなります ウクライナとプーチに話を戻しましまょう。ウクライナはロシアへの反撃を続けますクリミアでの攻撃もあるでしょうベラルーシではこれから数ヶ月の間にルカシェンコ政権に反対する暴動が起きるでしょうキエフへのキウへの攻撃に備える軍隊がベラルーシにいるのが見えます 何かしら邪魔が入るのですがそれがひどい失敗に終わりウクライナの北はまあまあ安全になるのが見えますいずれにせよプーチンは近いうちにいなくなると思います二つ目の反乱が今年の年末に向けて発生し KGB 出身のプーチンは権力の座にとどまるためにできることは何でもするでしょう影で裏切ったり 人を一気に辞めさせたりもします。彼に反対する人たちの多くが暗殺される様子が見え、毒殺だけでなく、多くの血が流れるのが見えます。ワグネルグループの人も数名暗殺されますが、これはとても危険な状態になります。彼らは訓練された傭兵です。今から数週間から数ヶ月間、うん、えぐ、 えぐい状態、えげつない状態になるのが見えます。ドッチ、ドッチっていう単語です。アレクサンドル・ルカシェンコの暗殺がくわだてられるという話も以前しました。暗殺者はロシアではなくワグネルの一部のようです。ベラルーシで不満がたまったワグネルの一部の悪党がベラルーシ政府の転覆をくわだてそうです。ワグネルから分離したならず者の一味が ベラルーシの核弾頭についても何かしようとしていますこれは核を使ったテロというわけではなくてベラルーシの核兵器を力ずくで無理やり奪おうとして失敗するようです核爆弾が使われるようには見えませんプーチンがウクライナの発電所に何かを命令してウクライナを脅かすのが見えるので すでにダモクレスが潜んでいるのかもしれません。えっとこれ注釈なんですけれども、このダモクレスっていうのはギリシャ神話に出てくるダモクレスの剣のことですね。多分、うん、身近に潜んでいる危険とか、あとはロシアがウクライナの発電所に工作員をすでに仕込んでいるっていう意味だと思います。続けます。発電所で意図的に不具合が発生するなどがありそうですが、チェルノブイルのチェルノブイリの 再発になるようには見えません発電所の不具合を理由にロシア軍がウクライナに入ってこざるを得なくなるウクライナ軍が引かざるを得なくなる状況を作り出そうとするようです南の方ではウクライナ軍が攻,勢攻撃に回りますアメリカの大統領の衰えが激しいのは誰の目にも明らかだと思います これから数ヶ月でさらに悪くなって、バイデンが仕事を遂行できなくなります。ただ、カマラ・ハリスが彼の不在をカバーするのが見えてこないのです。カリフォルニア州知事のギャビン・ニューサムの写真を見ると、悪い予感しかしないです。将来戦争を広めていく人のように見受けられます。もしかしたら彼、 ギャビン・ニューサムが民主党の大統領候補になって将来的にトランプと争うことになるのかもしれません。ということでした。え以上です。じゃあおまけちょっとだけ。ワグネルの話をしたときにクレイグさんが使った単語が ROGE なんですね。R-O-G-U-E。もう随分前、本当に20年とか前かもしれないけど、日産がアメリカで ローグっていう車を犯罪、犯罪じゃない、販売し始めたときに、マジかと思いました。もう二度見するっていうのは、こういうことかっていうぐらい、私二度見ました。ならず者とかね、悪党なんて名前、誰が車につけたんだろう。誰か日産に詳しい人教えてください。えー、私たちは来週は日本です。目下、家族で問題が発生していて、心はざわざわしていますが、 まあこの世の終わりじゃないと思って諦めよう。日本には行きます。というわけで stay safe stay healthy.